どうもハビネスラグのハビネスです。ウォープレイム初見実況プレイやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということですね、今来ております。もうこれ横から見ると完全に船をはみ出てるぐらいにコンソールのこのリストが長いですけれども、いろいろ来ております。いろいろやっておりません。なのでやっていきたいと思います。はい、ですね、今回今来ているのはシンクの槍スカーレットスピア、今年入って一番最初の大型イベントだということで、スカーレットスピア作戦、聞く話にはそのエンペリアンのベールプロキシマが関係しているとかなんとかって感じなんですけれども、アクセス自体は結構マッサリランク低い人でもエンペリアンクリアしてるしてないに問わず、参加できるとのことなので、でメールが来てるんでね、ちょっとこれ読みたいと思います。ハローリトルダックからね。お前じゃない、腕利きさん待ってるよ。了解。いや、腕利きさんよ、無駄話は抜きだ。センティエントがベールに退去してる。いやーやば、センティエントそうだよね、イベントだもんね。大きな計画の前段階に違いない。侵略さ、友よ。リレーに作戦拠点を設置した。了解っす。方法は聞くな。あんたに参加してもらう。理由はついてからだ。それと誰かに言い残したいことがあるんなら、今のうちに伝えておくべきかもな。了解、わかりました。わかったよ。じゃあ好きだと思う人にみんな愛してるって伝えてくるわ。じゃあ行きましょう、行ってみましょう。いや怖いね、シンクの槍作戦どんな感じになるのか行ってみます。これだよね、これ何なんだろう。わーすごいな、なんかウェーブがあるとかなんとか。まあ詳しいことはそれこそ入ってから探りましょう。さあこれはまあリレーなんだよね、普通の。ただなんか基地、おおすげえ、何、へえ、ウェーブ完了、100分の100撤退中、チュートリアル。ああ、いろいろここで読めるんだ。見ましょう。シンクのやる作戦へようこそ。作戦は地球付近にあるフローティラから始まります。ミュレックスレイド、あるいは地上のミッションに参加。地上突撃作戦ではキルコードが最初が目的となります。地上突撃戦ではコンドリックスセンティエント兵とウェーブ戦で倒し、作戦リンクの使用した傷ついたコンドリックスをスキャンすることでキルコードを採取。うわ、これやらないとわかんねえな。ああ、ソロ分隊に問わず、これできるよってことなんだ。宇宙作戦へとか。リトルダックいる？あ、いた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 。ダック、よ。Welcome to the Flotilla Hotshot。 はい。フロティラへようこそ、腕利きさん。エラっていうのを覚えておくんだ。イニシエの対戦でセンティエントの諜報活動を担っていた。おお。やべえな。今のやつのミレックスの艦隊がベールに押し寄せている。ああ。情報収集用の高火艇、コンドリックスを大量に投下してる。なるほどね。これはダークネスロータスになっちゃったあれでしょ？あれがやってんでしょ？まあ、PV でもな、軍隊作ってたもんな。なるほど。なるほどね、みんなで協力しようっていうね。おお。今回に関しては本当に協力プレイなんだね。なるほど、一丸となって撃退しようってね。成功には、じゃあ、はい、地上のチームはコンドリクスを襲撃、エリアチームはミレクスをめちゃくちゃにする。なるほど、これちょっと PV で見てたからなんとなくイメージは湧きやすい。うん、作戦連携は全てに密接に関わってる。了解了解、どっちに参加するかってことなんでね、上か下かね。了解了解、分かりました、分かりやすいです。作戦内容、あー何、あ、ハサミ撃ちで攻撃する。あ、なるほどね、もう一回同じこと言うのかと思った。偵察船送信される前に奪ってもらう。ちょっと説明は先に聞いちゃいましょう。味方から送られるはずのデータを汚染し、トロイの木馬として仕込む。なるほど、なるほどね、キルコードを送信してその中からぶち壊そうってことだね。はいはいはい、思考回路に異常が発生、故郷にいるパパの元へ逃げ帰る。なるほど、脅威の排除が完了。分かったかい、取りかかるんだ。執行理由、いろいろ話聞けんだね。じゃあちょっと世界観も掘り下げていきましょう。なるほど、だが最近は海底市場だ、海底市場、危険な代物センティエント関連さ、大量に流れ込んできてる。数ヶ月前私たちはミュレックスを発見してたんだ。何？言えよ。だが旧友の鉄心は聞かなくてね、警告しようとしたんだが、ああいうやつだからな。なるほどね、鉄心。だが今はね、今はもう知ってることを教えろとか、お主の専門知識が必要だとか、わしはデザイナー製の便器みたいな帽子をかぶったどういうことだよそれリスナーユーザーのコメントでしょ。黙ってりゃよかったよ、人を率いる柄じゃないんだが。だが知ってしまったものはしょうがない。なるほど、まあそういう性格だよね、リトルダックはね。そうすればお茶の時間には帰れるさ。なるほどね、そう、心配はない。本当ですか、わかりました。トレード、トレードっていうのもできるんだ、なんか売ってくれるんだね。ああなるほど、作戦リンク、ちょっと一応買っておきましょうか、わかんないけど。
シジルとかも売ってたね。非常にこれは1ヶ月間ずっとやってるやつだからね。オッケー、一応買っときました。リンクのギアメニューが追加されましたっていう。シンクのクレジットっていうのが必要なんだね。なるほど、これはちょっといろいろと欲しいね。地球コンソールとか。なるほどね、アルケインがここで手に入るっていうね、テラリストではなく。なるほど、これはやりがいありますね。了解です。じゃあちょっとホストで行ってみようかな大丈夫かなこれ。ホストとかでやり方分かってんのかって怒られそうな気もするけど。あ、もうスタートしてんのこれ。これソロだけど大丈夫、いけるかな。キルコードを受け取らなきゃいけないんだけど、キルコードを待たなきゃいけないんだ。宇宙作戦からじゃあ始めて、次の動画で地上戦行ってみるかな。まあ、多少、あ、やべ、いろいろ回復できてないな。まあ大丈夫でしょ、なんかあったらゲームオーバーになるだけだからね。とりあえず行って覚えてくるわみたいなノリになってるからな。うわ、すげえ、うわ、なにこれ。なるほど、向かわなきゃいけないね。うわ、ちょっとなんか敵もいるんだけど、あれ、これなんか俺撃てないよ。あれ、あ、これ撃つとかじゃないの。なるほどね、撃たずにあそこまで指定場所までは運ばなきゃいけないんだ。なるほど、あいつ撃ってきてるよね。なんかやべえ、あれセンティエント戦めちゃくちゃかっこいいですね。この作戦リンク衛星が破壊されてしまうとまずいんだよね。いかーん、よし、オッケー、これで攻撃できる。センティエントの撃退を準備。わあ、かっこいいなーこれ。うわ、これセンティエント戦やば、めっちゃかっこいいんだけど。稼働状態を保て。了解です。ユレックスに侵入する。了解です、行ってみましょう。侵入された。え、そんな侵入してくんの、そんなすぐに。わあ、待って、ちょっと待って待って待って、やばこれ。しかもダメージも覚えるんかいこいつ。オッケー、よしよし、行きましょう。怖え、これ入れんの普通に中に。これ大変だね、めっちゃ中入れそう。あー、ちょっと待って全然わかんないんだけど。あ、これか、ここか。お、中入った、やば、燃えている、対処せよ。あ、まだ敵いる中に。まさか敵がまだいる。いるね、よし、オッケー、ちょっと火は止めた、とりあえず。オッケーオッケーオッケー、これやんなくていいや。このドローンは何なの、このドローンで入ってくるのか敵。ちょっとよくドローンが分かんないけど、システムが復帰したってことは停止させてくるってことか。オッケー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 、こいつらどういう形で入ってくんだ、すごいな。ああえて船を開けて入ってくるってことかな、怖いなー。オッケー、ちょっと今手探りの状態になっちゃってるけど、これからはアークウィングか、行ってみましょう。これやられないよね、外出た瞬間怖いよ。あ、行った、船内に入る。わあ、すげえ、センティエントマップってこと。おはー、ついに来た、初めて来たわ。やばやばいね、これレールジャック死ぬぜこれ、ほっといたら。行ってみましょう、これは超初めてだもんねこのマップ。わ、かっこいいなー。あのセンティエントの文化って何なのこれ、やばめちゃくちゃかっこいいんだけどこのステージ。これは、あ、カーバイドとか入ってんだね。ちょっとレールジャックのヘルス見ながら行こう。うわー、なんだこれ。うわー、なに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 そういうこと、トラップかよ、やばやべえな、爆発ダメージちょっと怖かった今。アイテムがあるね、うん、アイテムかこれ、アイテムか。なんかボンバリストみたいな顔してんないろいろアイテムが入ってるね。まあそれ以外はなさそうだから。うわ、すっげえ、もうなんかエイリアンみたいな思い出すな。ワクワクすんだけど、これ敵か、ほら明らか敵だね。いや、これなんかプレデターの船内じゃん完全に完全にプレデターの映画の船内にそのまま入ってきてるみたいな感じ。いや、完全新ステージかっこよすぎだわこれ、やべえ。てかそんなに強くないね敵はね、敵はそんなに強くない、大丈夫そう。マップはそこそこ広いのかな。スコアっていうのは何なんだろう、これどうやったら伸びるんだろう、この先で関係してんのかな。おお、わあ、ついに来たわセンティエントマップ。いやー、これね PV で見てね、ずーっと来たかったマップだね。クソかっけー、やばい、めちゃくちゃかっこいい。そんなにレベル高くないな、25。うん、あいつらの姿形をちょっとよくよく見たいね。やば、センティエントがゴロゴロしてやがる、やばすぎる。ちょっとメサできてよかったこれメサ以外だとちょっと倒すの苦労してたかも。うわ、なんだあの赤いの、これ何、え、これボンバリスト、
へえ、こんなんあんだ。とりあえず目標地点目指そう。いや、マップかっこよすぎだな、これ。ちょっとやばい。興奮しますね。やばいやばい、圧巻だわ。これで識別ネットワーク特定、作戦リンクを設置せよ。はい、これか。よし、来た。設置した。え、守んのこれを。あー、なるほど、キルコードを取得するのね、これで。で、これを防衛するんだ。なるほどなるほど。お、リンボリンボ、ユーザーさん、アキラさん、ありがとうございます。あざーす。いやー、ありがたいね、これユーザーと協力するんだね。キルコードを送ったよっつって。オッケー、やばいやばいやばい、これキルコード破壊されたらまずいまずい。結構な数で、よし来た、キルコード来ました、取得。これ結構な数来るね、敵。よしよしよし、でも撃退は余裕。しかもセンティネットはね、回復する弾を出してくれるはずなんで、バタリストとかね、コンキュリストの場合は。で、これまだ守ってればいいんだよね。よし来た、いける、いけました。おお、なんかいろんな人がキルコードを送ってくれるね。あ、キルコードアップロード時間があるんだ。なるほどね、いくつかやんなきゃいけないんだね。その相手ずっと守ってんのこれ。マジか、かっこいいなこのセンティエント、すごい、クソかっこいいなみんな。オッケーオッケーオッケー。でもまあ防衛自体は大丈夫そう。ヘルスもそこそこ回復してるし大丈夫そうですね。オッケー、よしよしよし、これ一人で守んの一苦労だわソロプレイでもこんなに敵来んのって感じだし、相手がセンティエントってだけでかなり動揺してますね。やばいやばい、ちょっとこれ確実に守りたいけど、防衛フレームじゃないときつそうな感じがする。結構ヘルス削られてる。今のペースで攻撃され続けるとちょっとまずいかなって感じ。より一層殲滅力高めていかないと、これはこれでまずいんですよ今のペースはまずいんですよ。でもあと4つ、あと4つ、頑張って頑張って。俺そのワイプでその人の使ってるフレームが出るのはちょっと興奮ですね、これ。あいつやばい。よし、あと4つ、長えな。キルコード待機中、これも来てくれないとさ、キルコードパーセンテージが進まないっていうのも問題だよね。問題っていうか、あのなかなか大変だよね、これ。キルコード送ってあげたくなるわ、めちゃくちゃ。てか敵がどっから来てんのかも全然わかんないし、これもこれで、ね、怖いわ。グリニアとかコーパスと違って、その道を、あ、ギロック出んの、道をなぞってくるわけじゃないから、飛んできてるから、あいつら。なんか気づいたら近くにいましたみたいなのが結構ある。よし、順調順調、このペースで守り続けられれば、なんか特別なセンティエントがパーって来ちゃいましたとかじゃない限りは大丈夫。アカリウスリロード投げ、よし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 、オッケー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 。危ねえ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 。いや、すごいな、めっちゃ来るな敵。あと2つなんだ、取得させてくれ。これむずいこれこれやばい。いやー、これ大丈夫かな。なんかキルコード待機中、ずーっとキルコードが待機中になってる。これは守れないのではないか。え、キルコード誰も送ってくれない、これ。きたー、あざーす。いや、でもちょっと遅いかも、これ。ちょっと遅いぐらいかな。よし、みんな戦ってくれ、みんな戦ってくれ。いやー、ちょっと惜しいなこれ。あとちょっとなんだけどな。そう、本当だよ、ミレックスはギャラクターガラクタになっちゃうよ。あと1個なんだけどな。守れてもギリギリですねこれ。いや、マジでキルコードが来ないとこれずっと守ってる羽目になるから相当きつくない。ありがとうございます、リンボの格好した人、役立ててください、ありがとうございます。あと少し、キルコード全開までたまる、守りきれそう。ああ、メサでよかったよっしゃー、やったぜ。おお、帰れるんだこれで。いや、ちょっと大変だったわこれ。敵いるよね今多分、いない。よし、これで帰るだけや。あと、おお、消えた。おお、船破壊した、やったぜ。これでミレックス撃退をようやく1なんだ。なるほど、これでスコアが360なんだね。いやー、大変だわこれ。相当長い戦いじゃない。行きましょう。要領は分かった、でもうん、やることは分かった。よし、クルースプリンターっていうのはあれ、これが入ってくるのか中に。
あぶねえ。あれだね、ラムセットみたいなやつ。いや、かってえな。破壊するのも一苦労だね。このクルースプリンターっていうのはだいぶ軌道はおかしいけど、マジで入ろうとしてくるのが怖いね。よし、中入りましょう。これ本当にキルコードがいつ来るかによってクリアしやすいかしにくいかがめちゃくちゃ差が出ますね。めちゃくちゃかっこいい。これもうキャプチャーシーン欲しいね、このステージのね。なんかレールジャックが心なしかめっちゃ攻撃受けてんだよな。このなんだ、キルコード、作戦リンクが破壊された時点でミッションもじゃあもう帰るしかないねってことになるのかな。じゃないとずっと続くよね。てかあれがさっきからなんか攻撃してきてる気がするんだよね。お、メサ、メサプラ、メサプラ一緒じゃないか俺と。魚刺身、魚刺身さん、ありがとうございます。いてていてていてて、いやいや、これさっきと同じ要領で攻撃されても困りますわ。これ全部守れてようやく、あ、キルコードが1個でも入ればスコアにはなるんだ。なるほどね、それはそれでありがたいわ。これちょっとメサの力を借りてどんどん始末していこう。勝てー、どんどん強くなるんだね、このウェーブごとに。わー、これだけ攻めて、あー、なるほど、作戦リンクが尽きた。で、脱出するしかないんだね。ちょっと敵が強くなってさ、いきなり。ちょっとサクサク帰りましょう、収録時間がそっちの都合だからね。いや、これプライベートでガンガンやって全アイテム回収したいぐらいな勢いですね。いや、すごいいいですね、面白いですね。楽しい楽しい。よし、レイルジャック、マイレイルジャック、おー、これね、424多いのか少ないのか分かんないけど、まあとりあえずレリックとかの報酬も手に入ると。なるほどね、すごいな、センティエント戦なのかな。素晴らしい、かっこいいですね本当に。じゃあちょっと帰りましょう。これが宇宙での戦いだね。じゃあ次は地上戦やってみるかな。次の動画になるかもしれないけれども、いやー、これ1ヶ月間と言わず、まあこれずっと配信されてたらみんなこれしかやんないのかもしれないけど、すごい楽しいわ。しかもセンティエントとの全力全面戦争みたいな。いや、まだね、向こうは石膏を放ってるだけなんだとは思うんだけど、もはやでかいよね、戦いがね。素晴らしい。おー、来ました。で、なんかといろいろ交換できるよと。いう、あー、待って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 、オッケーオッケーオッケー、違う違う違う、こっちだよね、リトルダックだね、リトルダック、あれが船なんだな。なるほどね、新しい武器なのかこれ。なるほどね、1万5000とか必要だけど結構高いね。なるほど、1個あたりが相当高いんだな。ボールルームシュミクラム、シュミクラムの新アリーナなんだそれ面白いな、欲しいな、全部欲しいわ。わかりました、じゃあちょっと一個一個やりながらどん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 そのシンクのクレジットを、集めていきたいと思います。こっち側が宇宙船だね。で、向こうが地上と。作戦リンク増援を展開。危機。はい。ああ、なるほど。これで分隊へのサポートを送るんだ。危機。危機の人に、じゃあちょっと送っとこうか。すごいね。バン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 。もうこれチャットの意味とはっていう感じだね。あ、なるほどね。ハピネスダークはなんちゃらとか。こういう風に出るんだ。じゃあ、次回の動画で地上戦やっていきますので、次回も見ていただけると嬉しいです。はい。ではまた次回です。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かった、参考になったっていうのかどうかわかんないけど、何か感じた方はね、ぜひ評価ボタンや感想、コメントよろしくお願いいたします。まだまだね、ウォーフレーム初見ガンガン触れていきますので、チャンネル登録等もぜひよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。